やあ、マスタースティング、調子はどうだ。エルザさん、こんにちは。マスターはやめてください。恥ずかしがることはあるまい。名誉なことなのだから。それよりセイバートゥースの活躍は耳に入っているぞ。これも新マスターのおかげか。俺はまだまだです。仲間に支えてもらってばかりで。でも世事なものか、本心だよ。それで今日は何の用でうちのギルドに。ナツさんに会いに来たんだ。今日はマスターとしてじゃなく、一人の魔導士として。そうか、分かった。おい、ナツ。なんだよ、スティングじゃん。ナツさん、久しぶり。今日は一つお願いが。お願い？なんだよ。大魔党演武の時の借りを返したい。結局最終日は。そういうことか。それなら断る理由はね。ああ、行くぜ。まだまだ及ばないか。でも大会の時より強くなってるぞ。あの時は1対2でも勝てたけど、今は。なあナツさん、俺もっと強くなりたいんだ。ギルドのみんな、たまにでいい。ナツさんたちと一緒に戦わせてくれない？何言ってんだ、そんなの今更だろ。みんなでドラゴンと戦ったの。ああ、よろしく。してるっぽいけど。あー、なんか今度ギルドのライブで演奏するための新曲を作ってるらしいんだけど。あー、なるほど。最初はギルドに馴染む。下手の横好きだけどね。ま、今そうだね。でも私も物書き志望としてはちょっと共感できるかも。何か力になって。由来になった花よ。よかった、今がちょうどシーズンだったみたいね。へえ、マグノリアって白い花だったんだ。よく知ってたね、ルーシー。まあね、こういう知識も小説を書くときに役立つから。そういうのならありか。スティングに持ってってやろうぜ。よし、頼まれてた白いもの見つけ。マジで？この花
この町と同じマグノリアって名前なんだ。へえ、そうなのか。夏さんって物知りだな。教えたの私なんだけどね。それじゃありがたくもらうよ。いただきます。花を食った。スティング君は白いものが大好物なので。大好物ってそういうこと？というか食べて美味しいものなの？うん、うまい。結構いけるじゃんマグノリア。そっか、それよかった。まあ喜んでくれたなら探したか。おいルーシー、見てくれよこれ。どうしたの？ナイツとオイラが山で見つけたんだ。きっとすげえやつが生まれてくる。もしかしたらオイラの仲間かもしれ。返すつもりなのそれ？モンスターの卵とかだったらどうするのよ。大丈夫だろうきっと。よし、しばらく仕事を休んで卵の世話だ。ダメよ仕事をサボっちゃ。仕事に行ってる間は誰。ルーシーは真面目だな。そうだな、頼めるやついるか。違う、これも違う。違う。私の求めるパルファムはこんなものではない。しかしあれは森にごく稀にしか咲かないという。どうやって手に入れたものだろうか。あれ、どうしたの？ずいぶん新しい魔法の開発をしてるらしいわよ。なんでうちのギルドに来てまでやってんのかね。必要な素材が決まる。ルーシーさん、あんたを優秀な精霊魔導士と見込んで頼みたいことがあるんだ。いきなり何？ルーシー様に協力してほしいお仕事があるのです。私たちのところに来た依頼なのですが。雪乃、その様子だともし。はい、マスターの計らいでまたセーバートゥースに戻ることができました。雪乃、マスターはやめろって言ってるだろう。今まで通り呼んでくれよ。はい、スティング様。そっか、よかったじゃない。それで私に手伝ってほしい仕事って？こいつだ。遺跡を調査してほしいっていう依頼なんだけど。その遺跡には遥か昔に作られた精霊の鍵が眠っているらしいのです。雪乃がその鍵に興味がある。精霊の鍵？なるほど、それで私に。いいわよ、手伝ってあげる。ありがとうございます。じゃあよろしく。よし。はい。それにしてもこの依頼主の人、見つけた鍵は譲ってくれるなんて太っ腹。主目的は遺跡の調査ということでしたから、調査結果をきっちりまとめて報告してくれればよいと。俺文章苦手だから、そこはルーシーさんに任せるよ。ルーシー、誰から聞いたの？って聞くまでもないか。夏ね。というか私に話を持ってきたのってそういう理由もあったわけね。バレたか。頼りにしてるよ。ルーシー様、私もお手伝いし。ま、頼りにされるのは悪い気はしないけどね。さ、行きましょう。ルーシー様、どこ行こうかな。ここにしましょう。遺跡はこの先です。遺跡の周りにはモンスター様も出るらしいので気を引き。モンスターにまで様付けしなくても。調査であんま力になれねえ分、戦う方は俺に任せてくれよ。近づくモンスターは俺がぶっ飛ばす。モンスター？雪乃、
大丈夫か？はい、私は大丈夫です。あいつ、雪乃の鍵を取っ、私がまた鍵を、ごめんなさい、精霊のみんな。あいつ、遺跡の雪乃。はい。ごめんなさい。ゆきの、やった。さあ行くわよ。ここが依頼にあった遺跡、雪の中…あっちの方だ。さすがドラゴンスレイヤー、モンスターの匂いがわかるのね。いや、鍵についた雪のの匂いだ。私、そんなに匂うでしょうか。いや、そんなことはねえぞ。あっちですね、私、見てきます。あ、おい、おい、モンスターがこんなに、もしかして。おい、俺の大事な仲間に手出すんじゃねえ。雪の、スティング様、かかってこい。一匹残らず倒してやるからよ。さあ逃げるなら今のうちだぜ。愛が精霊を強くする、レグレスインパクト、白竜の鉄拳。開け四地球の扉、レオ。愛が精霊を強くする、レグレスインパクト、白竜の方向。精霊を強くする、レグレスインパクト、白竜の鉄拳。開け四地球の扉、レオ。愛が精霊を強くする、レグレスインパクト、ホーリーレイ。白竜の鉄拳。開け四地球の扉、レオ。愛が精霊を強くする、レグレスインパクト、白竜の鉄拳。最高だぜ、この感じ。ふぅ、片付いたか。スティング様、ありがとうございます。ちょっとお前、どうしたんだよ。泣くな、泣くなって。だって嬉しくて、私を守るって、大事な仲間だって言ってくださる。昨日は、ああ、
俺はギルドを一から作り直す。仲間を大切にするギルドにするって決めたんだ。だからお前らがピンチの時はマスターの俺が絶対に助ける。私、セイバントゥースに戻れて本当に良かったです。こっちこそ。お前が戻ってきてくれて。私はお邪魔みたいね。で、ルーシー様、どうかさ。鍵あったよ。よかった、みんな無事です。よかったな。って、なんか鍵の本数が増え、この一本は私の鍵ってことは、それが依頼にあった遺跡に眠る鍵。見せて。ずいぶんボロい鍵だな。そんなんで本当に精霊が呼べるのか。ああ、ダメみたい。これ完全に魔力を失っちゃってるわ。ってことはただのガラクタってことか。いえ、本来の目的は遺跡の調査ですから。依頼者様のためにしっかり調査して。お宝ゲット。どこ行こうかな。ここにしましょう。さて次はと。ただいま。ルーシー様、いいのいいの。いえ、依頼者様も非常に読みやすいレポートだと褒めていらっしゃいました。ありがとう。でも鍵のことは残念だったね。いえ、私はいいんです。もっと大切。あ、どうした雪の。俺の顔になんかついてる。いえ、何でもありません。じゃ、俺たちはそろそろ帰るわ。ルーシーさん、手伝って。また会いましょう。ミラさん、いますか。私、みんなの足。相手も悪かったし。でも、まあまあ、落ち込んでないで。ほら、この一歩、頑張ってきてね。よう。切られたいものからかかってこい。さて、メイクフロア。
ト行くぞ。ペンタグラムソード。いや。カリューの結果。そうなのか。わー、すごくかっこいい。ローグ、これギルドで買えない？お、そうだな。スティングに相談してみるか。ウロシ、自分でちゃんと世話するんだぞ。真面目に世話をすればきっと立派なカエルに育つぞ。この子もセーバーの一員になれる？ああ、なれるさ。さあ、帰ってみんなに報告だ。みんなの反応が楽しみだな。クロームさん、大丈夫でしょうか？心配するな。フロッシュだってうちのギルドの一員。お使いくらいなんてことないさ。でも出発してからもうだいぶ経ちますよ。行き先はクロッカスだったはずですが、やはり様子を見に行った方が。前だってはぐれて迷子になってます。いや、フロッシュもきっと俺たちに一人でも大丈夫ってところを見せたくて。だから俺は信じてフロッシュの帰りを待つ。あいつなら絶対。本当に大どこ行くかな。よし、ここだ。え
行くかな。よし、ここだ。ありがとう。よかった、一人で帰ってこれたんだな。よかったですね、ローグ君。フロッシュもよくやりました。ああ、一人でお使いを済ませてくるなんて偉いぞ、フロッシュ。クマムさんは本当は親切な人に道を教えてもらった。フロ、また迷子になっちゃった。そうか、でも迷子になっても人に道を聞いて自分の力で帰ってきたんだろう。すごいじゃないか。僕、あんたらが助けてくれたんだろう。大会の時はあんなにバチバチやってたのにな。すっかり丸くなっちまいやがって。スティング君、帰ってもナツさんの話ばかりしてますよ。はい、あの時は敵同士だったが、今は共に戦う仲間だ。仲が悪いよりは何倍もいいだろう。おいスティング、またフェアリーテールに来て。お、ローグ、ちょうどよかった。いい加減にしろ。なんだって。お前はセーバートゥースのマスターだろう。自分のギルドをほったらかして他のギルドに入り浸りやがって。ほったらかしてねえだろ。ちゃんとマスターの仕事はやってる。その上で俺自身の修行のためにここに来てる。ちょっと何の騒ぎ。喧嘩なら外で。部外者は黙って。はい、部外者ってここは私たちのギルドなんだけど。ギヒ、今は放っておいた方がいいと。自分の立場を考えろと言ってるんだ。セーバートゥースの中でだって俺とだって。俺だってちゃんと考えてるさ。自分のギルドのためにもっと強くなろうとしてるんだよ。俺がフェアリーテールの奴らより頼りにならないってことかよ。お前こそナツさんをバカにするんじゃねえよ。ローグ、スティング、喧嘩ダメ。わかった、こうしよう。俺とお前で勝負をする。俺が勝って望むところだ。それで何で勝負するんだ。いや、ここにちょうど俺が受けてきた仕事の依頼書がある。モンスター退治か。なるほど。先。ああ、いいぜ。ただし一つ条件がある。どういうつもりだ。お前はさっきナツさんをバカにした。だからお前に俺たち二人の力を見せてやるんだ。いいよ。ああ、いいぜ。なんか楽しそうだ。お前も誰かとコンビを組んでいいぜ、ローグ。このままじゃ不公平。バカにするな。俺は一人でもお前たちに勝ってやる。ギヒ、面白いことになってきたな。それなら俺はローグに加勢して。ガジル、勝手なことを言わないでくれ。別に俺がやりてえからやるだけだ。サラマンダーとはいずれ決着をつけなきゃいけねえと思ってたからな。いいじゃねえか。火竜と白竜、鉄竜と。わかった。
今日こそ決着をつけて。あれ？なんだか話…クロームさん…じゃあ、行くぜ、ラグ。その名前で呼ぶな。俺はローグ。しかし、この依頼…どうした？気になることでも…いや、もともとはお前が相棒を誘うつもりだったんじゃねえかと思っただけだ。な、そんなわけあるか。さっさと行くぞ。やっ…クロー、ここに来る前、ローグと一緒にスティング。それでフェアリーテールのギルドで見つけて、というわけか。ギヒ。まあ俺には関係ない話だがな。どこに行くかな。ここだな。気を張っていけ。おっと。あれはサラマンダー。クソ、先を越されたか。俺たちも行こう、ガジル。二人とも遅かったな。こいつは俺たちの獲物だ。行くぜ、ナツさん。任せろ。なんだ、後ろか。もう一匹いやがったか。うわっと、あぶれ。おい、どっちが…ち、勝負なんていい。ギヒ、行くぞ。敵か、すぐに見つけた。英雄の斬撃。よし、カリューの結果。白龍のホーリープレス。スルーソー鬼神。よし、火竜のゴーン。白竜の矛。鋭竜の矛。鉄竜の矛。オーリーレイ。楽勝だな、ギヒ。結局勝負はうやむやになっちまった。そうだな。でもやっぱり俺とお前が最高のコンビだってな。俺はこうやってお前と一緒に戦う時が。スティング、そうだな。俺も同じ気持ちだ。これからもよろしく頼むぜ。僕もいますよ、スティング君。ロックラーマー。ああ、一緒に最強を目指そう。オイラたち、腹の外になった。ま、仲直りできたみてえだし、いいんじゃねえか。結局別に俺はここでお前と決着をつけたって構わないんだぜ。なに、いつでもやってやるぞ。やめておけ、俺たちもさっさと帰るぞ。よし、どこに行くかな。ここだな。さて、
帰ってきたか。さっきはすまなかった。頭に俺の方こそ悪かったな。でもさっきの戦いで分かったよ、お前は確かに強くなってる。ただなんだよ急に。そんなの今さら。正直俺は嫉妬してたのかもしれないな。ローグ、そうだ、お前もナツさんたちと仕事しないか。なんだって。俺は別に構わねえよ。俺はとっくにお前も仲間だと思ってるしな。ギヒン、また面白くなりそうじゃねえか。なあ、ナツさんたちもこう言ってるし、またこの4人で一緒に仕事しようぜ。そうだな、たまに。クローマさん、よろしく頼む。ナツ、ガジラ。